もしもし。もしもし。もしもし。何を何を。ヤマピー。ヤマピーだ。ヤマピー。小山小山。知ってるって。どうしたの。ヤマピー。今大丈夫。大丈夫じゃんか、電話出ないわよ。あ、本当に。なんでオカマ言葉なんすか。あなた。見返しなさい。あなた今何してんのよ。今。うん。今ね、あの家帰ってるとこ。あら。家帰ってんの？家帰ってるとこっすか？家帰ってる。家帰ってんの？これ今生放送で流れちゃってるんですけど、ラジオしてんのよ、大丈夫？何何一応全然シゲ。シゲもシゲもいるんですけど。そりゃそうだよ。シゲもいるんですけど、これ文化放送のラジオで全国に流れちゃってますけど。ごめん今ちゃんと言うと、今ケイちゃんニュースのラジオを生放送してて、今リスナーの方からメールが届いて、メンバーに電話してみなってことで、ヤマピーには電話してみたわけ。あなたそれわかる？それ今意味どんだけどんだけだよそれ。いや俺ちょっと出ちゃったじゃん。今出てんだよ、今ラジオ流れちゃってますよ、うん、マジか、マジか。すげえ外にいる感じやめてくれる、なんか。だから帰ってんだって今。じゃあせっかくなんでそこであれやってくださいよ。何？ハレルヤチャンス。ハレルヤチャンス大きい声でやってるよ。過去にタイムスリップしてくださいよ、山下さん。いや、てめえ、これ。いや、ビー、そこでちょっと大きい声でハレルヤチャンス。外で。外。しかも結構大都会よ。お願いしますよ、そこは。おえやってくれるよ、ヤマピー。ハレルヤチャンス来てな。来たな。だってタクシーの運転手さんとかいるもんだって。大丈夫、大丈夫。行ってください。じゃあマジかよ。ヤマピー、それはやってほしいな。行きます。だって、しかもちょうど今赤信号でなんか止まってんの、結構。3、2、1。ハレルヤチャンス。うわヌオまで来た。やべえ。やべえ。大都会で誰か見てるヤマピーの。本当賞もらってるし。お疲れ様です。ありがとう。ありがとうございます。ドラマお疲れ様でした。結構前で終わったんだけど。お疲れ様。じゃあさ、ちょっとさ、今聞いてくれてるリスナーの人方にさ。本当に流れてるの？本当に流れてるよ。収録とかじゃなくて。収録じゃないよ、これ。完全に流れてる。やって。一言もらっていいじゃん、リスナーの皆さんに。どうしようか。うん。どうする？そうだな。うん。生だから気をつけて、あなた。放送事故だよ。あ、だだ。頑張ります。いろいろ。どんだけ？頑張ります。頑張ります。頑張ります。ちゃんと深夜のドラマとか見ますと。見ます。お願いします。まだ見てないからじゃないですか。サーバーで見ますか。分かったよ、ビー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。またね。おやすみ。もう寝るね、俺。お疲れ様。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。